まずい、これはまずいことになったな。おお旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手をか…うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話だから、ここじゃちょっと。そうだな、なんか怪しの過去に関わることだから。安心しろ。実は。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては、ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろ。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。手記によると、お宝の隠し場所は失われた。お宝けどな、遺跡の所在については未だ手がかり。お宝かや、それはどんなお宝だ。金塊か。金目のものなど三。祖父の宝は手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな。それを、その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天。真剣の力で祖父は八つの頭を持つ海蛇や、しかしあまりにも強大であったため、他の争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。いやあ、信じがたい大冒険だよな。うわー、すごい。だが近頃ある砲塔団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃない。そりゃダメだ、とにかく安心しろ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣。とりあえず冒険者協会へ行って、遺跡のことならぼ。似たよ。それにお宝の隠し場所さえ言わない。それでサイリスさん、アルカディア遺跡でも情報提供ありがとうさん。
めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻ってきたか。何かわかったか。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にしたとき喜びを感じる。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった。知り合いに頼んで裏の情報。本当か？そう慌てるな。情報や待ち合わせ場所は。そうと分かれば早速向かおうぜ。助かる。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心。へへっ、任せろ。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。セピロス騎士団の人たちよりこれぐらい朝飯前だ。旅人？じゃあそれじゃあちょうど情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん。やったー。あ、でも結局得するのはガイアじゃないか。それじゃあよく聞いてね。湖の城に、それだ。この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは、はあ、でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。ま、この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいっありがとう。湖の城にどういう意味だろうな。湖の謎解きか。で、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。おお、さすが。風車の羽はちょうど6枚。それ、なあ、言われ。あとは簡単だ。残りの1本が守っているもの。お宝。うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで。
女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。今回も絵がついているな。なんだよ、もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしく。彼女は彼のこと何か分かったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端。なんだ、間違って拾ってきてたのか。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれて。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうど最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこと。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。ん？あ、違った。犯楽しみだな。
ちょうだい。こいつはどうだ？これで謎はすべて解けたぜ。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。かえ、それじゃあ、さすがオイラの相棒。すぐに行かないとな。誰か、例えばガイアが、おいらは、いよいよ、一目見れればいい。天下無敵とか、おしゃべりはアルカディアのお宝探しの旅。Thank you.
アルカディオ遺跡ってここだよな。なんていうか、わかったぞ。普通だから深いぜ。がネズミだろ。ビクビクすんなって。さっさと行こう。おとなしく仕上がれ。おとなしく仕上がれ。おとなしく仕上がれ。この瞬間、お前は栄光。おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。お前って本当、おとなしく仕上がれ。おとなしく仕上がれ。お前って本当にせっかちだな。よっ。さっ。さっ。ここが一番奥か。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこからも。
でも、オイラは諦めないぜ。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで、外で待機している仲間が入ってくる手はずになってる。俺と違って、話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとは、もうモンドの牢獄内でしか会え、もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと？おお、ガイアだ、ガイア。こいつ、お前のお宝を狙ってるみたいだぜ。あとちょっとだったというのに。ほう、悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。え？お宝が今、お宝がない。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをしてる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、わかった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業するか。ついてこれるかな。風よ、私にさ。まさか騎士団に助けられるとは。約束はしっかり守ってもらう。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか。冗談だよ。さて。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要な。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。ストップストップ。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。この件は夜を切り裂く勝利への仏行神剣。名前の通り、この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これで黎明の神剣。そうだな、話のわかるパイモン殿にふさわしい。まあ、俺がその黎明の神剣。分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は過保護だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。楽しい一日だったよ。それじゃ、俺は帰って、奴今日はここで失礼するぜ。まっ、No.